な練習曲集解説動画。いつもご視聴ありがとうございます。ミキです。今日は音楽高校や音楽大学を入学検討されている方なら絶対通る道、通る曲集があります。こちらですね、ヘーラの解説をしていきます。まず練習を始める前に必ず行っていただきたいことが一つあります。それは楽譜に書いてある音楽用語をすべてわからないものは調べて書き込んでいただきたいです。でまず一小節目ですね、一小節目の上、アレグロモデラート、これ程よく早くという意味です。で音符の下にピアノ、これは弱くという意味で、隣にあるのはドルチェって読みます。ドルチェは柔らかくとか優しくっていう意味です。2段目の4小節目、フォルテ、強く、その隣の小節ピアノ、弱く。20小節目、アラルガンド、これは次第に幅広くという意味です。でアテンポ、これはよくこういう練習曲集に出てきます。元のテンポでという意味です。その下の段、28小節目、リットって書いてリタルダンド、これだんだんゆっくり、次第にゆっくりという意味で、次の小節にはアテンポ、元の速さで、元のテンポでという意味です。それぐらいかな。あと47小節目の下ですね、クレッシェント、だんだん強く、だんだん大きく。それではまずですね、1番なんですけど、 A から E に分けました。 A、B、B' C、A、D、B' E に分けました。この後ですね、1回演奏して、その後に分けながら少しずつ解説していきます。それでは最初から最後までお聴きください。それでは最初の A から解説していきます。最初はピアノで柔らかい音で吹いてほしいという指示があります。一番難しいのが1小節目の3拍目のミの音、この音を出す時にちょっと息を弱くしちゃうと裏返ってしまいます。音程も下がってしまうので、ピアノ弱いって意識するのではなく、ピアノだけどパワフルなピアノっていうのは、息のスピードを保つのを意識してみましょう。ドか
ら身に進む、ちょっとスピード感を持つイメージで吹くととても吹きやすいです。なので練習方法としては、トとミだけピックアップして吹いてみましょう。ちょっと前に進むイメージで通します。吹きやすくなります。2小節目の3拍目スラーがあるので、それを出して弱く、その時に下顎を少し前にします。そうするとスラーがとても綺麗に吹けます。基本的にスラーはデミニエンドと思ってください。だんだん弱くする。4小節目の3拍目も同じです。下がらないように下顎を少し前にします。で、5小節目からまた同じテーマです。プラスクレッシェンドがあるので、息を太く出すために喉を横に広げていくイメージですね。最後のドはテヌートがあるので少し長めにしましょう。それでは B 解説していきます。 B からはまたピアノに戻ります。そして11小節目から12小節目は長いスラーがかかってあるので、息を吸わないように息を節約していきましょう。10小節目も出して小さくて、その次ここなんですけど、だいぶ低い音までミまで行きます。ここが楽器が打ち上がりに入ってしまうと音程が低くなってしまうので、できるだけキープ。練習方法としてはスラーの最後3つをピックアップします。うつろな音でいいと思います。これを1つずつ増やしていきます。均等に音が鳴らせると思います。で、その次のドーラ、こちらもデミニエのドーラ小さくしましょう。次 B ダッシュいきます。ここのミなんですけれども、もしもコンクールなどでソロで吹いたり実技テストで吹く場合、高いミは右手の小指取ってください。高くなってしまうので小指を取って、私はそのままミとシいっちゃうかな。本当は小指つけなきゃいけないですよね、シの。でもミシってやって次で小指つけます。で、ここの16小節目のミなんですけど、出しにくかったりするので、シの音を吹いた後にミのことを考えときます。準備してからミを吹きましょう。それでは C に行きます。 C はまたフォルテが出てきます。で、ソミ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 でクレッシェンドしていくんですけど、1小節すべてにクレッシェンドをかかっている時に効果的にクレッシェンドするには、最後の3つくらいでクレッシェンドをする意識をしましょう。このくらいですね。
く効果的にクレッシェンドができます。でこれは練習方法としてはスラーでクレッシェンドを練習します。このアクセントはだいぶ歯の前にタンギング意識した方がアクセントっぽく聞こえます。で次の次第に幅広くってどういうことって思うんですけど、ビブラート深めにシラーの時少しこう深めにするとで最後の音はスラーなのでデミネードするととっても音楽的です。で A に来るのでその先ほどと同じですね。28小節目星マークつけておきました。ここなんですけどさっきの C と同じでだいぶ上に跳躍するのでスラーで跳躍するのすごく難しいと思います。そのだけにファのことを考えるためにそう吹い音出たらもう息のスピードを速くする意識を持ってください。でアテンポがドからあるのでドで切り替えてゆっくりしないように意識しましょう。それでは D いきます。ここはとなるんですけれども元となる音吹いた音の流れを頭の中で鳴らしつつ吹くととてもクリアに聞こえるしメロディーラインがくっきりします。33小節目の8分音符に2つずつついているスラも少し短めにすると吹きやすいです。こんな感じ。はい、それでは D' いきます。さっきのドシシララソの変奏のイメージでこれも同じメインとなるメロディーにあのオクターブで跳躍する練習に一番役立つと思うのはモイーズのソノリテというすっごく薄い本があるんですけどその薄い本に跳躍が後半の方に載っていますのでそちらを参考にして吹いてみるととてもいい練習になります。どっちかというと上の音より下の音を掴むのが難しいので下の音も意識しつつでもメロディーは忘れずにいきましょう。これですね。ってならないように。あとは一緒かな。で、E の前のフェルマータは、まあ、自由に伸ばしてもいいんですけど、伸ばしすぎちゃうと疲れちゃうし、なんかだるくなっちゃう。曲がだるくなってしまうので、まあ、だいたい2倍ぐらい。で、フェルマータの後の16分音符の C の音で、自分の中でテンポを作ることもとても大切です。タタ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 16分音符でカウントしつつ次の E へのアプローチをしましょう。で次はこの2つの対話になります。先ほどのようにスタッカートとスラ分けてピックアップして練習するのがいいと思います。で47
7小節目にまたクレシェンド出てくるんですけれども、こちらも1小節半でクレシェンドって結構きついので、48小節目の3拍目くらいから、で次のソが最高音になりますので、息のスピードを鋭くして、フォルテで、鋭いって今言い方してしまったんですけれども、高音域はどちらにしても結構音が強く出てしまうので、息を出しすぎて息も外に広がってしまうような吹き方ではなく、まとめて出すのを意識しましょう。練習方法としては、で中音域もこのソからまで、すごく幅があって跳躍がめちゃくちゃあるので、ここすごく難しいと思います。息の流れを考えないで吹いてやると、こんな感じにあれじゃないってなっちゃうので、ソミドソとミドソミに頭で分けといて、吹くととても吹きやすいと思います。はい、今日はケーラの練習曲1番の解説動画でした。少しでも参考になれば嬉しいです。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。